はい、ジーンズ深掘りのいろはをご覧の皆さん、こんにちは。明太店店長並びにジーンソムリエのクランです。今回ですね、ショットの、新作が入荷いたしましたので、そちらを少しご紹介させていただこうかなと思います。今回お持ちいたしましたのが、こちらボーダーの T シャツでございます。タイプはこちらのブラックと、こちらですね、インディゴ。ごめんなさい、こちらがインディゴでした。インディゴで、先ほどのが、競技場はネイビーとなっております。で、特徴がですね、3つぐらいございます。まず1つ目がですね、こちら、ショットですね、オンスが7オンスとなっております。で、やっぱりこのバイクに乗るときとかにやっぱ着るとすごくかっこいいと僕は思っていて、まあ7オンスってまあまあ結構ヘビーな、生地感です。で、まあやっぱりこの袖の部分っていうのも、大きめのリブがついていて、こう、風がこう入ってこないんですよね。なので、ちょっとこう、気兼ねなくバイクで出かけないなっていう時なんか、すごくペッとこう着ていただくと、すごくいいんじゃないかなと思います。で、まあ、今の部分とちょっと似てるんですけれども、こちら、オープンエンド紙といったものを、採用されてまして、非常に、ちょっと動画だとわかりづらくて申し訳ないんですけど、ボリューム感があって、硬い風合いとなってます。はい。で、ちょっとこちらは雰囲気伝わるかなと思うんですけど、何ですかね、こう、ちょっとやっぱりボリューム感があって、まあ、こう、風合いもあるので、本当に1枚で着てもすごくかっこいいんですよね。で、もう一つは、その、吸汗速乾性っていうんですかね。汗をかいてもすぐ乾くという。機能がありまして、まあ、これ結構バイカさんあるあるだと思うんですけど、乗ってる時はいいんだけれども、降りたところだと結構暑いっていうのあると思うんですけど、これだと、ま、汗かいちゃってもすぐ乾くので、まあ、その出かけ先とかであってもストレスないかなと思います。で、最後が3つ目なんですけども、ポケット付きのワイドボーダーというところでございます。はい。まあ、ポケット付いてるので、まあ、ここにタバコ入れたりとか、全然できますし、あと、ワイドボーダーですよね。ちょっと離れましたけど、どうですかね。結構存在感あるんですよね。なので、もうこれ1枚で全然主役買ってくれます。で、あとは、まあ本当にもうちょっと時期が進んだ時に、まあ中に来ていただいて、インナーとしてもね、すごく、合わせやすい柄かなと思いますので、ぜひチェックの方よろしくお願いいたします。365日、ジーンズ遊ぼう、山田遊ぼうをご覧いただきありがとうございます。ジーンズ山とオンラインショップもよろしくお願いします。